こんにちは。ピカソプロジェクトの脇田真紀子です。今回もピカソプロジェクトのお絵描き工作定期便を受講してくださっている方から届いたお写真を使って骨について考えていきたいなと思います。私たちの骨っていうのは前回最後にちょろっとお話ししたんですけれども、見たものを見たままに言う、感じたことを感じたままに言う、それが私たちの褒めのやり方なんですね。今回はこれ、細かいっぱい模様章。今日はこれでちょっと褒めっていうのを考えていきたいなと思います。例えば私が褒めるとしたら、今からちょっとやってみますね。これペンで塗ってるのかな？ペンだよね。線で縦縦横横ってしてくれてるところもあれば、縦横斜め斜めってしてくれるところもある。同じ青でもめちゃめちゃ濃く塗ってくれてるところもあるし、柄がよく見えるようになってるところもあるし、フクロウさんの方は一つの羽は縦に3つに分割されて色が違うね。くちばしはしっかり塗り込んである。次お魚の方見てみますね。お魚さん、これ三角とか丸とかいろんな形が入ってるんだ。これ緑色の線いっぱい書いてあるし、紫色も上の方はいっぱい塗ってあるけど、下の方はなんかちょっと線が大きくなってて、なんだろうこれ、柄みたい。尻尾のところはいろんな色の水玉だったり、緑色の水玉だったり、尻尾の中の方は赤で縦縦横横長い線書いてくれたんだね。こんな感じです。本当に絵をじっくり見て、見たものを見たまま伝えているだけなんです。これがピカソプロジェクト流の褒め方です。子供のこと持ち上げてないじゃんって思われるかもしれないんですけど、持ち上げる必要って全くないんですね。見たものを見たまま、子供がしたことを見つけてそのまま子供に伝える、これがピカソプロジェクト流の褒め方です。本当に辞書の通りだよね。いやでもこの子、いやすいません、ずっと作品見ちゃってるんですけど、頑張ったな。何本ぐらい線引いたんだろう。面白いな。例えばこのお魚さんの尻尾の上の赤い丸とか黄色い丸とか数えてみても、一緒に数えてみても楽しいかもしれないですね。そんな風にもう何度も同じことをお伝えしますけれども、見たものを見たままに伝える、これがピカソプロジェクト流の褒めです。この絵に対して代表の奥村がどんな風に褒めているのか、ちょっと読んでみますね。細かいっぱい模様章、縦縦横横斜めぐるぐる、いろんな種類の線形いっぱい描けたね。同じ模様でも色が変わるとちょっと違うイメージ。これは時間がかかったんじゃないかな。色もしっかり見つけてくれたね。これが奥村の褒め言葉です。上手、すごいすごいっていうよりも結構労力使うんですよ。ちゃんと見なくちゃいけないから。でも上手上手すごいすごいって作品見てなくてもぶっちゃけ言えるじゃないですか。なんならもうとんかつあげながらでも言えますよ。上手上手すごいすごいって、とんかつで、まあ、いいや。でもピカソプロジェクト流の褒め方、見たものを見たまま言うっていうやり方だと片手まで褒められないんですよね。本当にこっちもどれだけ見つけられたか勝負じゃないですけど、本当にじっと見て子どもたちの頑張りの痕跡を見つけていく作業です。なので大人も頭使わなくちゃいけない。でもその分子どもも喜んでくれる。それがピカソプロジェクト流の褒め方です。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次回。